IHI 社製造の XF9 エンジンが世界を驚愕させる数値を叩き出したのは、X2 戦闘機新進でのテスト飛行の燃焼テスト時でした。現在、日本、イギリス、イタリア3カ国での共同開発計画が進んでいるそうです。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発による F3 戦闘機開発について見ていきましょう。日本、イギリス、イタリアの3カ国は、2022年12月9日、次期戦闘機共同開発協力として、グローバル戦闘航空プログラム GCAP の共同首脳声明を発表しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発していく予定とも述べたのです。同時に、防衛省が発表した、同省とアメリカ国防省による共同発表の中で、日本とアメリカが次期戦闘機開発に協力体制で臨むとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても2カ国で連携していくと明らかにしたのです。実は、日本がアメリカから離れて、イギリス、イタリアとともに次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと、不安の声もあったそうです。確かに、これまで自分の下にいた日本が、他の国と協力するというのは面白くないでしょうね。とはいえ、アメリカにすれば、これまで自分たちが率先してきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が減ることになります。また、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減りますから、中国やロシアなどに流出する危険性が減るということもあって、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体になる企業を紹介します。主体関連は、日本は三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当します。エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールス・ロイス社、イタリアがアビオ社です。電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアはレオナルド社がそれぞれ取りまとめ役となって関連する企業の動きを統括していくということです。この GCAP によって開発される次期戦闘機は空自では F2 戦闘機の後継機になり、イギリスとイタリアではユーロファイターの後継機として位置づけられるようです。3カ国で約300機の需要が見込まれているようです。日本は将来的な兵器の海外輸出解禁を視野に入れながら、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって製造・販売数が増えると期待されるので、経費削減も見込んでいるようです。他にも、兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉でも優位に立てる可能性があると見ています。いいことばかりをピックアップしているようですが、虎ぬたぬきの川山陽にならなければいいですけどね。イギリスもイタリアも一筋縄ではいかないと思いますよ。実は、日本は、これまで、装備の大半をアメリカから購入してさせられていました。アメリカとの関係を鑑みたためか、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先候補に選んだのですが、アメリカ側は、戦闘機開発の肝とも言える革新的技術をブラックボックス化して、日本には公開しなかったので、回収は、元より、修理すら自由にできないという不便を強いられていたのです。簡単に言えば、高い金を払った客の要求を無視したというわけです。しかし今回は違うようですよ。革新的技術を隠さない方針のイギリスとの共同開発なので、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。一方のイギリスにとっても、日本との共同開発でのメリットは大きいと推測されます。理由は、フォキャストのヨーロッパにおける主導権争いがあるからです。シェア拡大を望むイギリスは、アジアで日本を取り込んで、販路を少しでも拡大したいという思いがあったようです。そして、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたという理由もありました。高級自動車で有名なロールス・ロイス社ですが、エンジン開発においては定評があり、
ユーロスタータイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 開発など様々な航空機用エンジンを開発しているメーカーでもあります。しかし、テンペスト計画ではコンパクトかつ大出力のエンジン開発に苦戦していました。この計画で要求されるエンジンのスペックは空気の吸入量が毎秒 100kg 以上で、タービン入り口の温度が 2000°C 以上となるので、タービンには高温への耐性が必須なのです。同時に、ユーロファイタータイフーンの EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のアビオニクス用の膨大な電力を賄うことも求められていました。ロールス・ロイス社は、2021年12月22日、次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を日本と進めると発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に重要な一歩となり、将来的には両国で多数の雇用を発生させる可能性があると、同社は日本とイギリスそれぞれにメリットがあると強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発は、2022年4月から開始するとしています。イギリス政府は、この計画に3000万ポンド約45億円を初期投資した上で、実証機製作には2億ポンド約304億円を拠出する計画であることも公表しました。一方の日本政府は、2022年度予算案に次期戦闘機開発費として858億円を計上しました。次期戦闘機開発エンジンについては、IHI 社がプロトタイプとして XF9 を製作、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験を行い、良好な成績を収めたと言われていました。この XF9 は、タービン入り口温度 1800°C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には、最大で15トンを発揮するとされている高性能エンジンです。とはいうものの、防衛省は、さらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げたというわけです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機より上を行くステルス性を持つ第6世代としてのスペックが要求されています。そのため、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることはできません。となると、機体のウェポンウェイに搭載することになるので、どうしても機体が大きくなってしまうのです。また、この機体は、大きな推力を得るため、双発エンジン戦闘機として設計されるので、大型化を避けることはできません。さらに、2020年の国会質疑で、当時の防衛大臣が、次期、戦闘機は、F-35 より、多くのミサイルを搭載すると発言しています。となると、収納するウェポンウェイの容量が必要になりますから、戦闘機は、かなり大型になると予想されていました。ですから、XF9 は、さらに、コンパクトかつハイパワーにしなければならなくなったのです。これが、テンペストに、搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回のロールス・ロイスとの共同開発の話が持ち上がったと考えられているようです。防衛省は、現在、航空自衛隊が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-35A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めています。しかし、中国やロシアは、第5世代ステルス戦闘機の開発を進め、着々と実戦部隊への配備数を増やしているそうです。となると、それらを数ではなく性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。量より質ということでしょう。次期戦闘機開発に関わる国内企業が、イギリス、イタリアとの技術協力によって、ジェット戦闘機開発のノウハウを習得すれば、今後の兵器開発に大きく貢献するだろうと期待する声もあるようですね。2022年12月9日、日本の FXF92 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で
新しい戦闘機の共同開発を行うと、計画が正式に発表した。日本の防衛省は、2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は、多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれている。開発は、FXF92 のように、日本側が、表面上は、開発の主導権を握ることになっているが、やはり、アメリカとの共同開発というのが、最も可能性が高いと見られていたのは事実である。その場合には、現在使用している第5世代戦闘機である、FXF922 ラプターや F35 ライトニング2を送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたが、2020年末頃から、他の案が囁かれ始めたのだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発を、テンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだ。テンペスト計画には、初めから、日本の参加を歓迎する雰囲気があったようだ。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に、日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われている。実は、この時期に、フランス、ドイツ、スペインの3国が進めている、フューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からも、イギリスは、自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたのだ。これに対して、日本も、次世代戦闘機開発には、自国の都合を最優先できる、技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる、利害関係が一致した形になったことから、話が進んだ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は、2022年1月に、新たな戦闘機に搭載することを前提にした、機関部開発を共同で行う、実証事業が開始された。そして、イギリスからは、高級車を扱うロールス・ロイス社、日本からは、IHI 社が参加することになった。このロールス・ロイス社は、テンペスト計画で、機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけない。やはり自動車製造企業というイメージが強い会社であるが、実はエンジン製造に定評のある企業なのだ。しかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールス・ロイス社は、開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが、2023年に入っても聞こえてこない。2021年1月下旬に、幕張メッセで開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に、採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、タービン入り口では、2000°C 以上の高温への耐性等が見込まれていた。当然、これらの過程で、機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から、機体そのものを隠すことも、同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならない。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には、兵装にも使う想定となっている。イギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で、
機関部の開発を受け負った IHI 社でも、次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台は、できているようだ。それが、日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が、2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンである。これは、2008年度までに同社が開発してきたターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言ってもいいでしょうね。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、機区分を大きく分けて3段階で進められていて、第1段階は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートした。第2段階は、2013年から2017年にかけて、主要部分に加えて、吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素をすべて網羅させた。第3段階において、一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて、第1段階及び第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが、試作機の XF9-XF91 エンジンとして完成に至った。IHI 社が製造した試作機の XF9 エンジンは、2018年6月に1機目が防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって、動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていった。XF9 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる、2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800°C という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認された。この XF9-XF91 エンジンのサイズは全長 4.8m で、ファン入り口部分の直径が 1.0m で、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては、女王型の部類になり、仕様と性能は世界基準に達している。例を挙げると、FXF935 ライトニングに戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされている。XF9-XF91 エンジンの方が F135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるが、XF9 は双発で、F135 は単発といった相違点があるので、優劣をつけるとすると何とも言えない。しかし、あくまでも XF9-XF91 エンジンの試作機ということから、こういった数値は、地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると、高いパワーを持っていると言えるでしょうね。アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で、最適な性能を引き出すために工夫されたものである。しかも、前述したように、F35 ライトニング2の F135 エンジンよりも、XF9 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできる。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つこと間違いなし。日本では、IHI 社の匠たちのたるまぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF9 エンジンの製作ができたことで、また、
世界中が欲しくなる技術を知らしめることになるだろう。イタリアのレオナルド社と、イギリスのロールス・ロイス社と、日本の IHI 社が、共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術が、どのように活用されるのかについても、注目していかなければならない。